こんにちは。お天気をお伝えします。こちらは今の札幌中心部から見た空の様子ですが、久しぶりに青空が広がっていますね。この青空の下お出かけしようと思っている方もいるかと思いますが、午後3時までがおすすめです。日差しが出るのは札幌など一部の地域のみですが、その他のところでも夕方までは天気の崩れはなさそうです。ただ夕方以降再び雨となり、この雨あさってにかけても続いてしまいそうです。では雨雲の予想で見ていきます。この後午後3時から動かしていきますと、太平洋側に雨雲がかかります。黄色の活発な雨雲も含まれていて、この雨雲が今夜になると釧路や根室地方に強い雨を降らせそうです。この雨雲東へと抜けて、明日朝になりますと道東方面の雨だんだんと止んでいきますが、今度は道南方面にまた別の雨雲がかかり始めます。この雨雲が明日日中にかけては北へ広がっていく予想です。では今の釧路の様子を見ながら、時間ごとの天気道と道南です。雨が降り始めるのは今夜になってから、千歳や岩見沢はしっかり降りそうです。最高気温は札幌で24度、少しムシムシ感じそうです。太平洋側です。夕方から雨が降り始め、次第に雨足が強まります。特に釧路や根室地方、お休みになる時間帯は土砂降り、 雨音も大きく響きそうです。東北とオホーツク海側です。日中はオホーツク海側で薄日の差すところもありそうです。今夜は雨のところがありますが、降っても小雨程度。気温は旭川で22度まで上がりそうです。変わって今の旭川を見ながら週間予報です。明日も雨のところが多くなりますが、暖かい南風が入り気温が高くなります。旭川や帯広では26度まで上がってかなり蒸し暑くなりそうです。雨はあさってにかけて続きますが、金曜日にはようやく天気が回復です。日曜日にかけて夏の強い日差しと暑さがまた戻ってきそうです。以上、お天気をお伝えしました。